もしし妊娠したららどっちの子かかわななくなります。芸能レポーター元祖魔性の女と言われている葉月りお代42の不思議な男関係が明らかになった全夫と復縁しつつも今の恋人ともうまくやっているというのですこれって変則 3P ってことになりませんか芸能ライター好きな人に。 たまたま奥さんがいただけという名言を残した真田博之との不倫や一郎と浮き名を流し、98年には、一度目の結婚をしたハワイ在住の寿司職人とわずか2か月でスピード離婚するなど、かつて、大いにワイドショーを騒がせた葉月。夫を寝取られ、離婚を余儀なくされた手塚里美は、今でも葉月を許していません。引っぱいてやりたいという気持ちでいて、もちろん、 共演 NG です。テレビ局関係者04年不動産会社御曹司の A 氏と再婚し長女を出産して以来芸能界の第一線を離れ都内の高級住宅街にある地下1階地上3階の大豪邸で悠々自適の日々を過ごしていた結婚をする際の条件はただ一つ私は何もしないということでした豪邸の費用や生活費は全て A 氏持ち彼女は ヨガに行ったり、ママ友とショッピングしたりと、主婦らしいことは全くしませんでした、芸能ライター。そんな葉月に異変が起こっていたことが明らかになったのは、昨年5月のこと。一部芸能マスコミが A 氏と15年に極秘離婚していたと報じたのです。提供週刊日は、長女は A 氏の元に残り、彼女には。 ジュエリー販売会社社長の B 氏という新恋人の存在も明らかになったのです。ワイドショー芸能デスクそして今葉月は A 氏とよりを戻してまた一緒に暮らし始めたというのだ。実は正確には A 氏とは7年前に離婚しその後籍を抜いたまま元夫宅に娘と共に同居していたというのです。芸能ライターところが昨年 B 氏という恋人ができ 娘を捨ててへへ転がり込んだものの、またでも B 氏とは現在もラブラブで近く入籍する可能性もあると彼女は話しているんです。もう何が何だかよく分かりませんよ芸能レポーター。とにかく魔性の女が見事に復活したということだけは確かなようだ。